じゃあ、白髪じじいことひろん、ね、でございます。今日のろとンピックアップそれはね、今日のニュースですけどね。いや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 、プレスティフォーのあのー、サイト見てたら、お、バーチャルの出るのうんあ、もうできるのみたいな感じでね、ありますよね。バーチャルのマスターピース ?1995 年から2001年のやつ本日リリースしたって書いてあましたね。昨日か、これ、要するにもう。え、ね、ぇ、おーマジか。懐かしいですね。 ばあちゃんのゲーセンでやった記憶があるんですけど、サタンどっかで友達にてやったような気がするけど、うん、んサタンだったっけドリームキャストあったけど <laughs>。まあ、その周辺ですよね。あれはあれで、うーんっていうか懐かしい感じがしましたけどね。うーん。でも、4000だろか。でもオンライン機能ついてるけど、やる人いねえよな。ていうか、あの、もう <laughs>、あーーで終わっちゃいますからね。うん。ばあちゃんのやるなら、 うーん、なんだっけ起動都市ですな。うーん。A、X です。まあやりますね。ちなみに、あとあのー、今日のニュース、今日知らないといけないニュースっていうのはないんですけどね。まあ次は、一番気になるあのヤクザ関連、まあ暴力団関係、気をつけいどこで今ン、どんぱちあるか分かんないんで、あのー、見つけたら、気をつけましょう。 ああ、ここら辺であの、ヤクザの人が住んでんなー。ああ、組員が、ヤクザだったら怒られるのか。組員の人が住んでんなーと思ったら、そこは避けましょう。うん。その前を通るってこと自体が、まず、やばいです。もしかしたら流れ玉になってる可能性もあるし、住んでる分だったら引っ越すという手もありますし。うん。やばいって言われただけは確かです。最近構想が、なんか、ねえ、激しくなってす12時ゲーズを置くと、ちょっとずつ。あと、あの、十毯ないと、あの、警察とかわかんないですけど、 あのそれ以外にもあるだろうし構造だって、ね、銃だりは周りにいけないけどあのナイフだりね刀は振りか <laughs> ねいろいろありますよね刺しゃあ分かんねえですからねこっちからすればああ刺されてるっていうのがね、うん、で周り固められたら銃だったらバーンって音でバレるけどまあサイレンさんつければ別だろうけど <laughs> って思いながらうんだからもっと激しいかもしれないですニュースでやってる分には一部だと思うんでうん なのので、でこれだけ教えてた方がいいのは確かですやっぱり危ないことには突っ込まないほうがいいのですよく Twitter であのよくね、暴力団どうたらこうたらとかってやってる人たちあれってあの特定されたらアウトでしょ何かあったらやばいでしょみたいな気もしますけどね、まあ、あとあの iPhone とか iPad 使ってる人残念ですすげえ不都合だらけのあの iOS13 <laughs> <laughs> 俺これあの、iPad であの、サイトを見てたりとかするんですけど勝手にしたりあとあのキャラバンストーリーズ僕だけかとかは知らないですけどあの何だろうなギルドとかのうんとねトークっていうのかなトークじゃないなチャットがあるんですよそこのとこがあの半分見えなかったりあのギルドとあのワールドとかで選べなくなる時があるんですよ で、一回それやったらもう一回再起動したいといけないというゲームが。うん。で、これだけかと思ったんですよ。iPad、うん。iPad Pro 11かなってなったら、うんっと、どれだうこれ。うんっと、こっち。うんっと、こっちか。うん。iPad に5でも同じ現象が起きました。だからと言って、<laughs> iPhone、あっちにある,あるけど、iPhone じゃないや。iPad、iPod。 iPhone 5はな入らなかったからね。<laughs> うん、あれだけど、入るのかな入らなかった気がするな。途中で止まったのような印象してる。うん。で、iPhone じゃなく iPad ッチの方でも、やってみたら、ダメでした。<laughs> 同じように、いや、あれはもともと画面ちっちゃいから読みに行くんだろうけど、<laughs> うーん、突っ込んでみると、あれ同じ現象が起きるんで、うちだけじゃないのか、それともうちの回線が悪いのか、うん、英雄しっかりしてくだっていう風になるのか、それとも、 もともとなのか、うん。ちょっとわかんないですけどね。なんで、ええー、って感じます。うん。なので、まあ、アプリが開けなくなったり閉じたりするっていう勝手にうね、えって感じますけどね。うん、しかも、あの、13.22の時にはね、キャラバンストー落ちなかった、落ちたのか落ちたな。<laughs> うん。あの時は、あの、こっちやってましたからね。 うん、i p a d m ォ4の方で m ォ4だと落ちるんですよ確実にそれからあイ5でも落ちるようになったっていうアップデートしたらちょっとアップデートしない方がいいよねーっていうツッコミところ満載ですうんあといろいろとねうんいろんな人があの不平不満言ってますけどねうんメールが落ちちゃったり落ちなかったりとかどうたらこうたらとかってうんであ,あの13.23にしたらあのメールが開けられたとか っていう人もいれば、まあいろいろ、うん、はっきり言うと、もう今回はダメでしょう、と、うん、思いますけど、だからといって、12位に戻せんのかとは、戻せないはずだし、戻せんのかな、戻せないな、うん、ね、いろんな不都合があるんでね、面白いぐらいに、あの、勝手にあの、<laughs> すんだりとかね、<laughs> うんで、こうやって見てるときに、今、一瞬画面消えたんで、あとあの、こうやって見てたんですよ。それは普通にこう横に、 普通にこうあってたのをこうやったら普通画面こうやって変わるじゃないですかこの瞬間に画面落ちるんですあれ画面消えてなくて、ね、うん漫画読みながら横にゴロンとなってて見たらあ落ちるよねみたいなうんでく暗くな画面になって何と思ってぼってたらああ普通に電源を…あの完全に言うとあのこういう感じであのパタッと閉じるとあので自動で電気消えその状態になっちゃうんですよまあだからぶっちゃけとこう音するとあのさっき画面言ったのはこうあってまあつくとつくんですけど 閉じるとあの画面ぶっちゃけこう押すとねうん閉じてる間はあの画面つかないんで微妙に黒かったでしょうんそれがあのー、勝手に落ちるという暗くなって <laughs> あれみたいな感じでね <laughs> そういうシステムになったのかみたいな一瞬思いますけどねうん、うん、なんでね iPhone とか iPad って使ってる人はねちょっとうん今までと違うよねアプリは落ちるわうん面白かったのはあのー、勝手にメール送信しました一回だけ <laughs> うん、あっち先は自分だったから言い方けど、一応、あの、ぶっちゃけあの、こっちのメイアドと、今持ってる、あの、エクスペリアの2年だか3年前のスマホと <laughs>、アドレス違うんで、あの、こっちの方の、スマホであの、あの、iPad で見たいなーとかあ、iPhone で、iPhone じゃねえやね、iPad で見たいなーっていうサイトがあるんですよ。もしくは、あの、音楽とか、ね、そういう場合にこっちに映す あ言わるだけ言うのに面倒くあそれからこっちに送ってました <laughs>「あれあれあれ?」みたいな「うーんそれはねえよね」っていう不都合もありましたけどねまあそれぐらいならいいけどこれがあの取引先相手でやったらアウトだよねみたいなうんなんであの結構やばいのかなと思いながら見てたら「他の人そこまでひどくねえよ」っていうツッコミとかのころ満載なうんことなんで「俺だけ俺運悪い?」みたいな気がしますよね。 うんねえうーんあとはもうねそんなことですもううんなのでまあネタとしてもし今日ねか学校もしくは学校じゃないな会社とかであのネタとするんであれば山口組系ね慶応つきだっていうのと、うん、そんなもんですよねうん あとは、あの、最近、あの、日本国内で工場ができてるのが増えてますね。今までは、あの、中国とかで進出すると、中国だと日本の人件費の10分の1以下で商品が作れたのが、中国でも高騰しますか、人件費も高騰しまして、日本と変わらないと。それから、あの、メイドインジャパンというので売り込むという戦略の会社がいくつかあるらしいです。なので、 うーんって思いますけどあの工場も見てたらね結構ね大変だよなぁと思いますけどねまあ中国のメイドインチャイナのあの,あのすっごいガスツリ派ショップのあのちょっと使ったら壊れるようなものを <laughs> よりはまだまあ、いいもの作れてるだろうけどそういうのはまず多分ずっとメイドインチャイナで行くんだろうけど高いものですね化粧品なりあの高級ブランドはどうかわかんないけどあカップヌードルばなんか作ったよね去年今年 うん、向上できたよねって、日本にね。だまあ、いろいろ、あの、そういうのであるんで、うん。そういうとこ安泰かなっていはばます。あの、同じ仕事ばっかりしたら、そっちらの工場に働きに行きましょう。多分、あの、手取り20万がいくでしょう。さ北,北海道とかにある工場だったら、手取り、パートで働いても、手取り、いや、俺の考え、俺の金融では12万から14万ぐらいしかもらえないんで、 うん、それででするのはきついんですけど、うん、だからまあそこそこね物価の高いところ地域行けば多分手取り20行くか行かないかまではパートで手取りできると思うので、うん、工場に行くというのを手はすただあの一日中同じようなことやってるのは苦手な人はやめたほうがいいですてかね何も考えないでねぼーっとしながらでもできるようなあの流れ作業の仕事だったらいいんでしょうけどうん。 うちの部署は流れ作業ではないけどうんだからつ続くんだろうけどうん、ね、えそういうのではいろいろあるんでうん秋っぽい人だったら工場は無理やんでしょう仕事ね、うん、俺もきっぽいけどいつまで続くか前の仕事に戻るか、うん、オファーだけは来てるんですけどねどうしてもね知り合いが上にいて知り合いが真ん中にいて知らない人たちががっぽりいるとそこで真ん中にやってくれてって無理です あの下から釣り上げてた時の入いた時の能力が高ければ従うけどいきなりポッと来たやつに <laughs> あんな仕事できないようなやつに「あの従うか」っつってリストラでやられてやるからねえー、あとリストラで切りたい人がいるからっていう話をちらほら聞いてあこれ無理だっていうのが1件ありましたねうんでも給料だけは今の3倍なんだよな <laughs> 今の3倍ったらねさっき言ってたからねわかるけどねそういえばああって思うけど精神的に今まで嫌だったしなあってうん何も知られてあの考えないでぼー歳としてのが一番いいですうんということで今回はそういう感じでやってましたけど何かあったらチャイネの登録お願いしますお願いしますたぶんまだ一桁ですってかねこの間7になってやっとあれ誰か入ってきた8ありがとうありがとうって思う <laughs> 一人入るだけで一周勇気する <laughs>。すげえ嬉しい。ね, <laughs> ね。その動画は撮ればいいんだろうけどね。そこはまた無理でしょうね。うん。っていうことで今日はこれで終わります。お疲れ様でした。また明日会えれば、とも。